ありがとうございます。すごい、たくさんありがとうございます。そうなんですよ、もうね、あんなことやこんなことたくさんしてます。写真集やっぱり憧れというか出してみたいなっていうのはすごいずっと前から思ってたので、今回18歳の記念としてもう出させていただいたのですごい嬉しいですね。うん、なんか今の私を皆さんに存分に見ていただきたいです。写真集のツイッターもフォローしました、ありがとう。ぜひあの公式ツイッター新しくできてるので、写真集の皆さんフォローよろしくお願いします。いろいろねオフショットとかそのツイッターアカウントから発信されていくのでチェックお願いします。嬉しい、反応よくて、え、なんかちょっと今バグったくない？いけてますか？映ってますか？止まった？いけてるかな？あ、よかったよかった、一瞬バグった。やんな、そう、なんか、まあ、アイドルとしても最後ですし、やっぱなんか18歳の記念っていうのがすごいあって、なので今しか見れない私を何か言うねんって感じなんです。え、なんかバグんねんけど、何今のやばい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 、いけたかな、止まる、止まった、嘘、いけてますか？充電全然あれですよ、 100%。 あ、いけてるいけてるWi-Fi 切った、これで多分いけると思います。すごいミラーボール来たはい、すごい、でも本当に皆さんめっちゃ喜んでくださってて嬉しいです、ありがとうございます。まあ今回初めてがテーマでいろいろ撮影していただいたんですけど、なんと初めてね水着着ちゃいました。いやびっくりですよね、多分すごい、メンバーにも今日レッスンだったのであったんですけど、おーってめっちゃみんなすごいいい反応をしてくれましたけど、ファンの皆さんの感想とかまた聞きたいなって思うんですけどそうなんですよね、いや私自身めちゃくちゃ抵抗あって、本当にギリギリまで悩んだし、一回お断りもしたんですけど、あのねウェブの方でお世話になってた R さんからこう写真集を出させていただくってなって、こう写真集のコンセプトとか、こう
こういう感じっていうのを言っていただいて、あ、じゃあ挑戦してみようかなってすごい納得というか、じゃあやってみようってなって、今回初めて挑戦させていただいたので、すごいやっぱり最初はね、どうしようかなってめちゃくちゃ悩みました。イエイはい、そうなんですよ。もう R さん、皆さん様様って言ってるけどいや本当に、うん、でもやっぱりね、ファンの皆さん喜んでくださるかなと思って、水着緊張したんですけど、いい感じに綺麗に撮っていただいたので、早く皆さんに見てほしいなって思います。アイドル、そうですね、最初で最後の写真集ということで、本当に記念、いい記念になるんじゃないかなと思います。イエーイ。そう、やっぱ親とかもすごい反対してて、水着に対して、これはすごいね、めちゃくちゃずっと悩んでたんですけど、もう私なりに頑張ったので、ぜひとも皆さんの手に届ければ、お届けできたらいいなと思います。うん、もう本当にマジであれですよ、頑張りましたないなりに頑張りましたガサガサガサってめっちゃ来てるマネージャーさんです、あのちかしげさん、ちかぽよちかぽよがいます。今何ですかなんか言ってた。いやー本当にないなりに頑張ったんでこれはね本当に絶対見てください、絶対ゲットしてくださいね皆さん、本当にやめてください、買わないのはなしなんでもう557冊お願いしますあるよ、あるあるやって、優しい、いいんですよ、そんなそんなね言わなくていいんですよ、逆に気まずいんで。いやでもなんていうの、なんか写真集ってなるとみんなダイエットとかするじゃないですか、この体を目指すとか。私は今回、まあ、ダイエットもすごい頑張ったんですけど、ダイエットしすぎてなんかめちゃくちゃ細くなって貧相になっちゃうのは嫌だなと思ったので、あのマシュマロボディを目指しましたはい、なんかよく言いません、マシュマロボディをちょっとねイメージしてやったので、多分皆さんそういうの好きなんじゃないかなって思いますはい、なのでもう本当にね、中身めちゃくちゃね濃い内容がもうずっしり詰まっていますので、楽しみにしていてください。写真集のタイトルもまだ決まってなくて、
何になるかはお楽しみにということで、いや楽しみが増えましたね。嬉しい。アイドル卒業前にこうやっていろんなね目標が叶えれて本当に幸せな気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。イベントやってほしいね。ね、本当にそれはすごい考えていて、このご時世なのですごい難しいところはあるんですけど、やっぱりせっかくなんで直接ね皆さんとお会いしてお渡し会とかできたらいいなとはスタッフさんとかとも話してたんですけど、どうなるかまだ判断つかないのでわかんないんですけど、皆さんにねお会いできたらいいなって思いますね。でも絶対何かしらのイベントはすると思います。はい、サイン会、そうですね、サイン会できたらいいなって思います。今日はリハーサルでした。パッパッパッパ今日すごかったですね。一日でしたよね。あ、タワーまたいただきました。やって嬉しい、ありがとうございます。誰だろう、あれ、ありがとうございます。わからん、出てこない。はい、今日は踊りまくってました。汗めっちゃかいたんですよ。実は必死に髪で乾かしてた。なんかそうこうやって、あ、みおっち、ありがとう。みおっち嬉しい、教えてくれた方もありがとうございます。なんか最近めっちゃね筋肉痛になるんですよ。近しげさんガサ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 めっちゃ言うじゃないですか。シーじゃないんですよ、こうシーってやってるけど、何やってるんって。めっちゃ片付けてます、机を。はい、写真集の話に戻るんですけど、3パターンあるんですよ。3パターンあるので、それも楽しみにしていてください。表紙とかどれ買えばいいって、なんかねいろんなところからね多分リンクあると思うんですけど、もうみんなが好きなやつ買ってください。なんかセブンネットさん、セブンネットは予約しといたやって、嬉しい、ありがとう。そう、3タイプあるんですよね。全部買うよって、優しい、ありがとう。ぜひ、嬉しいですね、全部。ポストカード欲しいもんって、いや確かにポストカードもねいろいろあるのでコンプしちゃってください。なんか8種類くらい特典あったようなやって、そうですね、そういうのもすごい盛りだくさんなのでよろしくお願いします。今着てる服見せてって、めっちゃレッスン着なんですよね。
もう下はめちゃくちゃズボンです、ジャージ。もう本当にさっきまで踊ってました。そうだからリハがあったから、レッスンがあったから、こう何時からショールームしますっていう的確なね時間が言えなかったので、ちょっと急遽になっちゃったんですけど、やっぱ押したり巻いたりしちゃうんですよね、レッスン。はい、いやー楽しみですね、本当に嬉しい。早くみんなに見てほしい。私のお気に入りのカット、お気に入りのカットは今ね、なんかイメージ写真みたいな感じで4枚ぐらい SNS に載ってるんですけど、あの4枚の中だとあのお風呂のカットがめっちゃお気に入りです。お団子してて泡風呂、そう泡風呂泡風呂でね撮影するの夢だったんですよね。なんか写真集、自分の写真集出せれたら絶対やりたいなと思ってたやつなので、もう念願のカットです、あれは嬉しい。みんなめっちゃね、メンバーもすごい可愛いって褒めてくれて、そう嬉しかったです。でもあの写真、あのお風呂のカットの時のエピソードめっちゃあって、まあ、それはまたね今日は言わないでおこうかなって思います、うん、またいろいろエピソードとかも話しますね。ロック画面にしようか悩んだ。え、してくださいそれはするしかないでしょもうするしかないよそれははい、しよう。何時ぐらいまでしようかな。今すぐしてきますってみんなぜひもうするしかないんで。てっぺんラジオでいろいろ聞かれそう。それはそう、ラジオでもねいろいろ多分話します。お、圧が強い、圧しかないえー嬉しい。今ちょっと伸びてるんですよね。あ、今9時13分ってコメントで教えてくれてる、ありがとうございます。9時13分、え、あ、9時13分、今もう時間とか曜日のね感覚ね狂っちゃうんですよね。どうしようかな。インスタライブもしたいなと思ってて、9時13、何時から始めたっけ。50分か50分やから、じゃあ9時半に終わりたいと思いますいつの間にかちかぽよさんどっか行ってるお仕事に行きましたね、マネージャーさん。皆さん今日寒かったですか。今日ずっと踊ってたから分からん。あー危な、結構危なかった、怖っ。はい、
今日あったかかったやって、おお、ちょっと寒かった、なるほど。あ、でも今日珍しく寒さ感じなかったって、じゃあマシだったんですね。もう私はめちゃくちゃ冷え性なのです。なので寒さ対策はバッチシやばいですよ。手袋もするし、マフラーもするし、ヒートテックも着るし、靴下も長いし、すぐ冷たくなっちゃうんですよね。本当にあのね、体温計バグるんですよ。回路、そう、いつもね完全な回路忘れてるんですよね。そう、回路そうなんです、体温計バグるんです冷たすぎてなんかビビビって変なやつになる。本当にやばいですよ。触ってほしい、この冷たさを。今日のリップどこのって、今日のリップはディオールとシャネル、ちょっと持ってきますね、ちょうどカバンあるんで。じゃ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 ーん、イエーイ、こちらでございます赤、おシャネルですね。名前が読めません、英語です。 INK、 んこれは01番なのでしょうか。多分01番だと思いますここシャネル、あ、ここや。え、これ誰かにもらったやつかな。これめっちゃ好きなんですよね。あ、ごめん配信してる、ごめんごめん、びっくりした、ごめん、めちゃくちゃ入ってきとった、めっちゃさ、うん、近いよな、めちゃくちゃ近い声は聞こえてたんだけどびっくりした。確かにここシャネルすごいなんでそんな格好でやってる不思議な角度でこれ映ってんの本当だよ。あ、どうもこじりんです。あ、どうも、ココナタンの写真集が楽しみです。あ、こんにちはこんにちは。え、そうです、キャップですけど、はい、楽しみ楽しみ、すぐ見せてね、うん、恥ずかしい。でもいや、カリンも恥ずかしかった見ててなんか勝手に恥ずかしくなりました。あ、ココナタンが大人にいて確かにそうよ。でもね、うん、女の子のファンは、うん、結構ねえ、うん、ココナタンがみたいな。そうだよね。え、でもそう、お風呂のやつが一番好き私、うん、え、ここもねえ、うん、めちゃくちゃココナのなんか透明感が全面に出るやつだなって思って楽しみ。だから表紙めちゃくちゃ楽しみにしてます。やったー、楽しみにしてってください。ね、楽しみにしてるから嬉しい、ね、ありがとう、バイバイあ、今日スロイジ見たよって、お疲れや。続きなんですけどねもう一個ディオールでした。これはわかる、ディオールアディクトリップグロウオイル多分これも01番ですね。
びっくりした。かりんちゃんが来てくれた。これめっちゃいいですよ。メンバーみんなこれもうみんな持ってます赤とかピンクとかオレンジとか。そうなんです、お揃いにするって。あ、してください。写真集おめでとう、ありがとう。マスカラのおすすめ聞きたいやって。そうですね、マスカラはヒロインメイクのブラウンがめちゃくちゃ好きです。私はあれめっちゃいい。なんかブラウンやからナチュラルな感じでナチュラルな感じになるのでめっちゃおすすめです。やっぱ黒ブラックだとね濃くなっちゃうんで。こんばんは、こんばんは。そう、でもさっきもさ、そうかりんちゃんと言ってたんですけど、女の子のファンの方はちょっとあれですよね、写真集あの、え、見ていいのみたいな感じもあった気がするけど、でもめっちゃみんな喜んでくれてて嬉しいです。もうドキドキしながら見てください。いや、なんならめちゃくちゃ嬉しかったですやって。嬉しい。いやでもね、確かに男性もですね男の子もですね、多分初めてなんで、もうこうやって見て、こうやってちょっと隠しながら見てください。いや嬉しいですね、みんな嬉しい嬉しいって言ってくれてる。ミラコ喜んでるかな。喜んでくれてると思うすごいね、嬉しいって言ってくれてて、いろんなねメンバーから連絡来たりしましたね。ナータンからも絶対買うって来たり、みんな送ってきてくれてます。あの HKT のリミカとも仲良くて、実はもうめっちゃ LINE めっちゃね話してるんですよ。ミミミって言うんですけど、ミミミからも連絡来て嬉しかった。絶対絶対見たい、楽しみって、絶対買うって。さとねちゃんの卒業発表聞いてたのって。そうですね、あの聞いてました。なんかさとちゃんが将来こういうことしたいんだよねみたいな、関東語が分かんなくなっちゃったそう、そういうのも聞いてたので、なんかすごいさとちゃんの夢を応援したいなってすごい思いました。私はすごいさとねちゃんふわふわしてるなって、多分
イメージはあるとは思うんですけど、めちゃくちゃすごい自分の意志があって強くてかっこいいなって思ってて、なのでまあ私もなんですけど、同い年ということでね、お互い頑張りたいなって思います。そう言ってましたね、お互い相談。自分もコーナちゃんのこと応援する、ありがとうね。でも今本当にこういうご時世なので、無事に卒業コンサートが開催できたらいいなって思います。何が起こるか分かんないので、それを私は祈ります。怖いですね。したいな。当たるように祈ってください。当たれ当たれ当たれ。煽ってるみたい。当たってください、みんな。当たる。楽しみ。この曲は絶対やりたいとかめっちゃありますね。あ、前も言ったんですけど、この曲やってほしいなとかあれば教えてください。ぜひコメントとかで待ってます。あのツイッターとかインスタとか使えそうです。いってらっしゃい。お疲れ様です。お仕事に行きました、マネージャーさん。本当面白い、本当に面白い。独り言めっちゃ多いんですよね、近重さん。いやー本当大変ですよね、マネージャーさん。写真集予約しました、ありがとう。瀬戸里まだって、そうまだ決めれてなくて、ちょこちょこ決めてはいってるんですけど、完璧にはまだ決めれてなくて。お、あと3分、あと3分で終わります。太陽が坂道を登る頃、うん、やりたい絶対。まあ何の曲やるかは本番まで撮っておきましょう。ドキドキです。急に寒なってきた。スクショタイムやって今日してなかったですね。しましょう。じゃあ寅年なんでガオー。はい、お餅ポーズやって。ありがとう、皆さんありがとうございます。本当に急遽だったのにいっぱい見てくださってありがとうございます。じゃあまたね、ショールームも頻繁にできたらいいなって思ってるのでよろしくお願いします。ランキングを読みます。13位、まどかちゃん、ありがとう。
キャワ、ジュニ、ゆりちゃん、ありがとう。11位、そのっち、ありがとう。イエーイ。10位がキさん、ありがとう。9位がスノーマンさん、ありがとう。8位がキュウちゃん、ありがとう。7位がまゆかちゃん、写真集おめでとう、ありがとうね、嬉しい。そして6位がみおっち、ありがとう、やっほー。5位がココナちゃん。同じ名前めっちゃいつもじわるような、嬉しい、ありがとう。そして4位がしの、ありがとう。そして3位がひじりまん、写真集永久保存ありがとう、永久保存でお願いします。そしてライトワンが2位、写真集全種類買います、ありがとう、嬉しい、コンプしてくださいぜひ。そして1位がにくみ、ありがとう、あ、写真集おめでとうって、ありがとうございます。アイテムもたくさんありがとうございました。ではでは、この後は少しだけインスタライブしたいなと思うので待ってます。せっかくなんで皆さん来てください、ありがとう。写真集よろしくお願いします。